こんにちは美容整形の名医相談所です糸リフトの整形を希望される方若い方でもいらっしゃるんですけれどもなんで手術を行うかと言いますとその糸リフトにはですねたるみの予防たるみの解消という目的ともう一つ目的があります。それはですね小顔の整形としての目的があります。 で20代の方でもですね糸リフトっていうのはやってる方は多いんですけどそれはスレッドリフトとかミントリフトあるいはですね、まあ、コラーゲンリフトとかですねそういったリフトが人気で行われています。ただリスクとか失敗例もありましてあまり若いうちからやるとですね引き連れを起こしてしまったりとか。 将来的にメンテナンスが必要になるといったですね。デメリットもありますので、えっと石選び強引なシュートを進めないようなドクターを選択されることをお勧めします。で、えっとカウンセリングでですね、えー、リフトアップ系の相談をされる方はですね。実はまあ、20代っていうのはあのー、あまりいなくてですね、えー、クリニックがまあ、結構強引に進めない限りは？ えー、20代でのトトリフトは必要なないいいんじゃないかと言っているドクターもいいらっしゃいま,すで、えー、とまあ人気の芸能人としては、まあ、リン・チーリンさんとか、まあ、アンジェラ・ベイビーさんとかですねアラサーとかアラフォーの、えー、有名人の方でもですねたるみが全然ないとして、まあ、人気なんですけれども、まあ、そういった方に憧れたりとか、まあ、目標にされている方っていうのは まあ、30代とか40代の方になりますのでやっぱりその世代の方々が、まあ、リフトアップの、えー、カウンセリングに来られることが多いです。で、えー、まあそうですね注意点としてはですね、えー、スレッドリフト、えー、ミントリフトあとはですね、まあ、n ヌコグとかですかね、まあ、その辺がよく行われている手術になりまして、えー、比較的中程度までのたるみを え、解消することができます。で、ダウンタイムも。まあ、1週間ぐらいあれば回復してしまうのでまあ、そうですね。プチ整形のま1、あ、種と言ってもいいんじゃないかなとは思います。で、より強力なリフトアップ効果をですね。得たいという方は？ えーまあ、切るフェイスリフトですねスマスリフトとかリガメントリフトって呼ばれる手術もありますので、まあ、そちらはまあ40代以上の方が行われることが多いですねで、えーまあ、あの実はたるみが出やすい方っていうのはあの骨格が、えー、にも左右されまして、えーっとまあ、頬骨とかえら削りをしたらたるみをし たるみが出てきてしまったという方もいらっしゃるんですけれども意外と頬骨がたるみを予防する効果を何て言うか生み出しているというか効果が出ていることもあるので、えっと、骨切り系の手術をする時には将来的にたるみが出そうな顔かどうかっていうのを医師のあ専門のドクターに判断していただくことをお勧めします。一応ですねあの頭蓋外外科科ととかか形成外科とか そういったあの分野のドクターでないと、えー、正確な診断が出ないことも多い多いので、えっ、ー、とプチ整形だからといって経験の少ない先生を選ばないようにしていただければと思います。えっ、ー、とこちらの相談所ではですね、えー、名医のご紹介を行ってますので、えっ、ー、とご希望の方はまた下の概要欄からメールフォームを設置してありますのでメールを送っていただければと思います。今回はですね、リフトアップ系の 治療に関しての解説動画になりました。ご静聴いただきありがとうございました。